はい、皆さんこんにちは、吉田のりばさです。今日はですね、ご紹介するのはこちらですね。パンパンパン、和音のですね、キャラクターですよね。これなんというキャラクター名かわかんないですけど、このパンですね、これを発見いたしました。ここの部分チョコでしょうかね。こちらはですね、スーパーさんの中によく入っているパン屋さんございますね。そちらで、ね、120円ですね、ございますね。可愛らしいけど食べちゃいましょうね。どうなってんでしょうかね、中身はね。あ、チョコだ。うん、弾力あってうまい。うん、ただ普通ですね。まあこういうキャラクターもの、まあ、亀のね、あの形をしたパンとかね、いろいろありますけども、でここの、パン屋さんにはなかったんですけど、まあアンパンマンのね、顔のパンとかで、まあ、いろいろあるわけですけどね。なかなか結構子供を受けするでしょうし、吉田乗りますと受けもしますね。ちょっと、あ、可愛いなっていうね、思ってしまってですね、まず買ってしまうんですよね。割とこのね、可愛いもの好きなね、私ですからね。まあ、例えば UFO キャッチャーだったらこんなものとかね。ね、可愛いですよね。ねえ、子供が欲しいと思いますね。子供が欲しいっていうのは、子供がこのぬいぐるみ欲しいじゃなくて、私が子供欲しいという意味ですね。まあ、リラックムのね。可愛い系が好きなんで、ちょっとね、これね、やっぱね、食べてし、買ってしまいますね。味はもう普通でした。星3つとさせていただきます。ということで、今日ご紹介したのはですね、パン屋さんのパンで購入いたしました。こちら、なんと商品名もなんかわかんないんですけども、和音のですね、キャラクターのパンでした。ありがとうございました。